島塩井小っていう場所に来てますけど、相方は最近よく出てる浦上くんでーす。あの最近なんか死ぬとソーシャルディスタンスを取ってるらしく近いんじゃないですよね。だいぶになります。なんかあのコロナが流行る前からソーシャルを取ってるらしいです。気づいてたんだよ、こういう時代が来るっていう。先読みしてたってことね。わかりました。じゃあ今回はもうね、ソーシャルなしで、なしでいいですか。うん、もうガチでやってください。お願いします。お願いします。ソーシャルディスタンス中です。噛んでない。ちょっと噛みましたね。あー、ソーシャル中で、まだソーシャル中です。今何投かしてもらいましたけど、どんな感じですか。1投目であのフグにハリスマでガジガジされて悟られてて、その後は餌だけ綺麗に取られるんで、まあ、コッパグロもちょっと見えてたんで、コッパとかフグとかそういったのが餌を取ってるんだと思います。あ、じゃあ今のところはまだ稚魚の気配はないと。いや、感じ取れないだけですね。少々お待ちください。電話が鳴っております。フグが多いですか。フグだらけだと思います。今針を取られました。まあ、ちなみにあの今日の配合はどんな感じですか。配合は生2つに、うん、激おもちぬを2袋と、チヌの宿、チヌの宿、はい、を1つ、うん、ちょっと違いますね、最近のレシピとね。なんか色気が出てる。こう変えて釣れないかなと。つけ餌は、つけ餌はスペシャルと、スペシャルと生と、うん、と練り絵よ、あれの食いしぶりイエローとブラウン、うん、もうこんなちっちゃく、もうすでにしてます。ある程度の大きさにしているわけですね。はい、さすが。やる気は、やる気はあるんです。見えますね。はい。あとは腕、結果を残せるか残せないかの。もうまだ、でも釣り始めてまだ10分だからね。いや、だからびっくりしました。道なんでしたっけ。荒株、これが道と引っ張っていきました。ああ、なるほどね。ちょっと今焦った。焦っ、取ってなかったっけ、ね、絶対的な言い方やった。来た。もう多分今の顔取ってもらったらめちゃめちゃドヤ顔で合わせたと思うんですけど、結果これというね。これにビビる俺。
珍しく。あれ、そこ根があるんですかね。そんな大きくない。チヌっぽい。チヌっぽいです。そんなのさっきぐらいないと思うんですけど。違う、チャリコ違う、チヌ目いたいした。ちっちゃい。いやいや、メイトでも十分。よかった。もう、チヌ、来たって言って嘘言ったかと思いました。ちっちゃいけど。仕掛けはさっきと同じ感じ？同じです。棚をちょっと深くして。うん、餌は？餌は、食わせ置き網スペシャルです。スペシャル、はい、そのスペシャルが残り出したってことね。そうです、残ったり残らなかったりしだしたんで、うん、練り絵をやめて、うん、もうスペシャルだけにしました。さすがやな、調子いいですね。調子いい、ありがとうございます。